仕事はどうなの？セクター2の建造は順調と言っていいね。軌道上あと4周もする頃には2つ目のコロニーが運用に入る。君の方は？なかなか無重力になれないわ。それに計画も難航してる。倫理委員会がうるさくて。新宇宙探査に倫理委員会？自己増殖するマシンの使用が知的生命体と出くわした際侵略になりかねないんですって。いるとも知れぬ宇宙人との戦争か。委員会はロマンチストだな。ロマンチストは君もでしょ。太平洋戦争を調べてる。2世紀も前の原始的な戦争を？多くの大国を巻き込んだ世界的規模の戦争だよ。技術とイデオロギーの転換点でもある。実に興味深い。生まれ変わるとしたらあの時代を選ぶよ。高俊さん、せっかく建てた真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員で学生は皆工場へ行ってます。この国家気球の時ではそれも仕方のないことか。湾口の海兵から漏れ聞いた噂ではもはや戦える船はなく戦況は絶望的だと。同郷の同い年だが彼は学年が一つ上だ。手のつけられないバンカラだったが気風が合うのだろう。兵役についてからは威風堂々としたものだ。どうした慶太郎、召集に不服なのか？いえ、ただなぜ自分が選ばれたのかと。
貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える、誇らしいだけさ。心配するな、貴様もあれを見れば士気が上がる。あれとは？大っぴらには話せんが、戦況を左右しうる新兵器だ。これから行くのはその交渉なんだ。そんな重要なものに学生を？俺たちはその新兵器の搭乗員候補生だ。もちろんこれは極秘だぞ。親兄弟にも言うな。はい。戦況を左右し得る秘密の新兵器、その搭乗員候補生に選ばれた。こんな私が役に立てるのだろうか。戦況そのこんな役新兵器とは一体？それは騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎え撃つんだ。やはり本土に米軍が。外地の多数の基地が放棄され、もはや内地が戦場だ。祖国存亡はこの新兵器にかかっている。だが悲観するな、騎兵一つでその戦力は一空母、いや一個師団に匹敵する。必ずや本土を守りきり、その後米国本土へと反撃に出るんだ。ん？後者には我々しかいないと思ったが。自分が見てきましょう。玉尾さん、こちらにいらしたのね。高俊さん、高俊さん立派になって、玉尾さんどうして？太郎さんを見送りに高俊さんも戻ると聞いて来たんですよ。これを渡そうと思って。おはぎを作ったんです。高俊さんと食べてください。おはぎですか、大好物です。でも配給が少なくてお砂糖ちょっとだから甘くないかもしれませんが。嬉しいよ、ありがとう。二人で来たんですか？ええ、私が誘ったの。失礼、そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。いいよ、紹介しなくても。ほらキリコちゃん。同時キリコです。あ、俺、いや、その、私は肘山貴俊、はじめまして。同時、同時博士と同じ名字だ。同時平蔵の娘じゃおかしいかな。奇遇ですね、あの方にこんな可愛いお嬢さんが。キリコさんのお父さんは
偉い先生だと聞いていたが、博士だったのか。貴様、キリコさんと知り合いか。ええ、まあ。キリコさんとどういう関係だ。ドージ博士、交渉にいるということは。やめろ慶太郎、博士が新兵器に関与しているのは機密だ。しまった。誰にも言わないよ。面白い人だ。慶太郎さん、遠くへ行かれるの？慶太郎の配属は私と同じところです。それほど遠くではありません。ですが、しばらくは戻れないでしょう。玉尾さん、クラベの家の方々にはお世話になりっぱなしで感謝しきれません。妹、千尋のこと、くれぐれもよろしくお願いします。心配しないで、慶太郎さん。千尋ちゃんは任せて。休暇には必ず戻るとあいつに伝えてください。慶太郎、そろそろ時間だ。急ごう。では我々はこれで。行ってまいります。二人ともお体に気をつけて。なんだ今の、光ったぞ。雷か。確かこの辺りだったな。あの事件以来キリコさんたちは姿を消した。ドージ博士も沈黙したままだ。どうにも腑に落ちない。この数ヶ月各地が空襲を受けている。このままでは日本はアメリカに。なんとかしなければ。秘密の新兵器騎兵、その搭乗員候補。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのに、すっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ、隠れているのは。待て、君は。おっ、その格好は一体。え、体操着はまずかったかな。何があったかは分かりませんが、もう暗いし、そんな格好では。ともかく家までお送りします。あなたは。自分は三浦慶太郎と言います。交渉で働いているんですが、休みをもらって家に戻るところです。あの、お名前は。夏野、南夏野です。
夏野さんのご自宅はどちらに？そのどう説明したらいいかな。待って、何の音だ？工場を狙って爆撃してるんだ。あの辺りにはクラベの家も。君はここにいるんだ。ここなら安全だ。あなたはどうするの？助けに行く。ちょっと、彼を追いかけて。もう分かったわよ。行けばいいんでしょ。千尋！ちょっと待ってよ。どうしてついてきたんだ？言われても仕方がない。そこにいて。この先は火の勢いが強い。どこへ行くの？すぐそこが妹を預けてる家だ。こんなのあんまりだよ。民家を攻撃するなんて。日頃も町には軍需工場がある。まとめて一帯を爆撃したんだ。そんな、こんなのあんまり。民家をこう日頃もちょまとめてそんなこんなのあ民家を日頃まとめて一帯そんな直撃だったんだ。千尋！タマオさん！これは千尋の。千尋！タマオさん！裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。玉尾さんはどうした？いるよ。兄ちゃん！玉尾さん。太郎さん。
家がすっかり燃えてしまった。ああ、だけど無事で本当によかった。警報で防空壕へ避難してたの。でも千尋ちゃんが家まで戻るって飛び出して。兄ちゃんが戻るのに誰も待ってないと兄ちゃんが困る。千尋、あ、無事だったのね。夏野さん、向かっているぞ。兄ちゃん、なんでこの時代にあれが。あれもアメリカの。あんな兵器は見たことも聞いたこともない。恐ろしいわ、まるで生き物のよう。恐ろしい、まるで生き物。米国は我が国より工業力で勝ると聞いた。きっとあれは米軍の新兵器です。ついに本土に上陸されたんだ。このままでは。玉尾さん、千尋を頼みます。兄ちゃん、言うことをよく聞くんだぞ。玉尾さん、夏野さんもお願いできますか。圭太郎さんは交渉に戻ります。玉尾さんについていくんだ。さあ、日本がまだ戦えるのを奴らに教えてやる。この日のために訓練してきた。日本がまだ戦えるのを奴らに教えてやる。騎兵ならあんなもの。聞いた。やってろ。分かってる。夕日はここでも変わらないな。この時代では星はかすかにしか見えないが、
夜の無数の明かりは星空のようだ。人通りも少なく、試作にふけるにはいい場所だ。落ち着いて考えるんだ。今日も変化なし。裁縫の荷が黒萩千尋は肌身空襲と大きいもので泳空襲と共に上陸してきた。大きいものでおよそ10畳、車輪の類ではなく足のようなもので移動する。その姿はまるで化け物の百鬼夜行だ。この時代では星はかすかにしか見えないが、夜の無数の明かりは的な知識がなくとも騎兵は異様な代物だとは理解できる。だが時間旅行、これは騎兵の力なのだろうか。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった未来へと旅する物語。あの日、あの時、現実になった。戦争が始まり、叔父からか未来へ、あの日。空襲で燃えていた家々はどこへ行った？
一面にガラス窓の巨大な塔。最後に覚えているのは、米国の新兵器に取り囲まれて、米国の新兵器に取り囲まれて米国の主要都市にはこのような高層建築が立ち並ぶと聞いた。騎兵ごと米国に捕らえられたのか。気を失ってる間に敵国本土に運ばれたとすれば、いや待て、騎兵の稼働限界が来たのは今しがた。それほどの時間は経っていない。しかしこの光景は、いや祖国ではない、やはり米国なのだ。いいだろう、ここが死に場所だ。臆さずここから一歩も引くものか。騎兵がなくとも戦えるぞ。そうだ、騎兵、ダメだ、騎兵は旧国の秘密兵器だぞ。騎兵がこのまま敵の手に渡ってみろ、祖国存亡に関わる問題だ。だがどうする。今は起動どころか自爆すら不可能だ。早まらずよく考えろ。身を隠し騎兵の回復を待つべきだ。おじけづいたわけではない。国のため、妹のために。いつでも死ぬ覚悟はできている。だが今最善なのはもう一度騎兵を使うことだ。そうと決まれば善は急げだ。米兵が来るまでにここから離れ、息を潜めて機会を伺うのだ。人々の主立ちは皆東洋人。何かおかしい。英字の看板もあるが、漢字も足束印刷に足束銀行。なぜ地元の名が。ゲーセン寄っていいか。別にいいよ。サンモールか。ジョイランドの方、セガの大型筐体ロケテストやってんだ。
話している内容はわからない。だが日本語のようにも聞こえる。昨日のヒットトレード出てたじゃん。見た見た、タックン最高だよね。いいよね。女学生の格好をしているが、あんなに足をあらわに。聞いたこともない訛りだが、言葉はやはり日本語だ。この自動車の量、ここは一体何なんだ。米国ではない、日本のようだが、珍妙極まりない。悪い夢を見ているようだ。まさか、そうか。周りが奇妙に見えるのは、ついに脳みそが壊れたせいかもしれない。騎兵の搭乗者にはそういう危険もあると、同時博士から説明を受けた。そうだ、騎兵との同調試験の際も似たような幻を見たことがある。女のように髪を伸ばしているが、爪襟の制服、男なのか。なんだおめえは。こっちはまたひときわ珍奇な髪型だな。俺に喧嘩売ってんのか。いよいよおかしくなったらしい。なんだとこれ。おい待て。頭の男にカバンで殴られたんだ。収容所には見えないな。幻覚は続いているのか、それとも騎兵から助け出されて何かの実験施設に移されたのか。総天然色の箱型映写装置、騎兵にも空間映写装置があるが、あれは軍事機密だ。放送は野球に関する内容。とても軍事的な拠点とは思えないな。暦がかけてある。1985年。デタラメだ。やはり幻覚か。暦がかけて1000。データ総天気兵、あれはく放送。とても数学、現代国語、教科書が並んでる。日本史、日本には違いないようだ。この年表、1945年、日本無条件降伏。降伏、敗戦。西暦1945年、今年じゃないか。8月6日、広島に原爆投下、死者14万人。同9日、長崎に原爆投下、死者7万人。米国の新型爆弾2発で。
この本は一体。1951年日米安全保障条約調印、1964年東京オリンピック、どこまで続くんだ。まさか、待てよ、小読みに。西暦1985年、小さく年号もある。昭和60年、ここはまさか。大丈夫か？ほら。お、冷たい。飲み物、うちにはこれしかないんだ。これは炭酸ダメだったか？ラムネだ。小さな頃、ツツジの祭りで飲んだっけ。昭和60年、この奇妙な世界は未来の日本。君は網口修だ。ここは釜積の俺のマンション。三浦慶太郎だ。どうしてここに？倒れちまったんで、タクシーで運んだんだ。君が解放してくれたのか。悪かったな。尾形のやつ、ちょうどカリカリしてて。学校でこってり絞られた後だったから。あいつ、次に問題を起こすと定額でさ。なんとか、まあ、穏便に頼むよ。一つ教えてくれ。今は何年だ？何それ、打ちどころが悪くて何年寝てたか心配か？安心しろ、昨日も今日も1985年だよ。夕日はここでも変わらないな。たとえ負けようとも、これほどに復興できる祖国を誇らしく思う。だが、この未来を受け入れるわけにはいかない。負けると知った今、ますます戻らねばならなくなった。騎兵を持ち帰り、未来を変えるのだ。一人でも犠牲が減るよう、盾となって戦わねばならない。だが、本当に戻れるのだろうか。もし戻る方法がなかったとしたら、弱気でどうする。必ず戻る。諦めるものか。何でも試して方法を見つけてみせる。例えば、そう、こちらに来たのではなく、時間がおかしいのはこの付近だけだとしたら、学校のあたりまで行けばまた何かが違うかもしれない。戦争が始まる前、叔父から借りた未来現
図書館、冷酷どこ、歴史上あの世、あれは一体裁縫の荷が黒、歯切れ、千尋、肌身、どうして専門的な、いよ、時間力、これはき網口くんの住まいはあの辺りだろうか。あのような高い場所に住居を構えるとは肝が冷える話だ。網口くん、あのよう肝が冷今日も変化なし。時間がおかしい。この付近、学校、また何か。美和ちゃん、早く。いおりちゃん、急がなくても。女学生か。学校はあるようだが。敗戦を乗り越え、目を見張る復興ぶりで、この時代はあまりに豊かだ。行き過ぎなくらいに。神社で会った南夏野さんですよね。どうして夏野さんがここに。もうどこに行ったか心配してたのよ。あなたもここに来ているなんて。探してもいないからエリア51にでも連れて行かれたんじゃないかと思ったわよ。で、今までどこでどうしてたの。いや、それよりどこにいたの。親切な学生の家に泊めてもらったり、あとは野宿で。野宿？夏野さん、どうした。慶太郎、確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。ちょっと待って、こっちのせいだし何とかする。とは言っても、私の家に男の子連れ込むのは。そうだ、玉尾おばあちゃん今旅行行ってて、家に十郎くんだけだったはず。部屋はたくさんあるし、あそこなら。玉尾おばあちゃん、荷物取ってくれ。すぐ戻るから待ってて。お隣の黒部さん家に連れてってあげるから。黒部さんの家。
見事にへこんで傷になってるな。千尋、もう泣くな。恋にやったわけじゃないんだ。おじさんもきっともう怒っていないよ。兄ちゃんは怒ってない？兄ちゃんはいつでも千尋の味方だ。ほら出てこい。桶を柱にぶつけるなんて荒っぽいままごとで遊んでたんだな。ウサギがね。大きなお化けをやっつけてたの。お化けはね、お家を踏んづけてどんどんやってくるんだよ。変なお化けだね。千尋が考えたのかい？ううん、たまに教わった。千尋ちゃん、ごめんね。お父さん、短気だから。ごめんなさい、私のせいなの。玉尾さん、私が千尋ちゃんに夢の話をしたせい。起きて大丈夫なのですか？ええ、ここのところ体の調子がいいの。東京から来られたゴートさんに分けていただいた外国のお薬のおかげ。ただうん、飲み始めてからおかしな夢ばかりで、夢を見たというか、夢見たことを突然思い出すのよ。警報だ。大変。
ラジオつけてみて。軍管区情報、空襲警報発令。敵はいずれも高度低く、なお航続設置ありて連続侵入を起訴しあり、官民共同の防空体制の強化を望む。大規模な敵襲だ。防空壕を急ぎましょう。ほら千尋ちゃんもおいで。いる？南さん、なんで勝手に上がってくるの？玉尾おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。ある。南さん、ご近所だったのね。なんで出てくるんだ？クラスメイトの薬師寺さん？え、なに、これって。彼に何かご用ですか？いや、違うんだよ。これは、その…え、何？これって…夏野さん。ああ、入ってきて。ああ、ああ、入ってきて。え、ああ、入ってきて。え、何？これって…ある。南さん。ああ、入ってきて。お邪魔します。この家が残ってるなんて。誰？三浦慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって、彼を何日か止めてあげてほしいの。え？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。違う。代わりに何も聞かず彼をかくまって。頼んだわよ。夏野さん、これは。大丈夫大丈夫、私の家すぐそこだし。
何かあったら言ってね。言ってしまった。困ったな。あの、夏野さんはああ言っていますが、ご迷惑でしたら。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？そんな。お腹空いてるみたいね。いや、これはその、あなたの分すぐ用意するわ。あなたが玉尾さんのお孫さん。玉尾さんはご健在ですか？坊ちゃん、ピンピンしてるよ。島根の親戚の家に行ってて、今はいないけど。島根、岩見にある玉尾さんの母方の実家か。君はばあちゃんの知り合い？ええ。そうなんだ。それで君をいつまでかくまえばいいの？故郷に戻るまでの間しばらく。それなら事情は聞かないけど、面倒は起こさないで。一階の客間を使ったらいいよ。ありがとう。ラジオのあった場所に映写装置、改装されてるが、あの家だ。燃えたはずなのに。ラジオのあ改装され燃えたはず。この柱、傷がないぞ。しかし、立て直したわけでもないな。ここが本当に比べ家なら、この柱に残っているはずだ。千尋のつけた傷が。今からそっち行こうかなと思って。
こだな。陸上部の部室は奥か。伸びたね、なっちゃん。ゆきちゃん、髪伸びてて分かんなかったよ。ほら、なっちゃんが伸ばした方がいいって言ってたから。そっか、文通の返事が返ってこなくなって心配してたんだよ。ごめん、引っ越してからいろいろあってさ。でも今日からここに転校なんだ。本当に？なっちゃんがここだって知ってたし、顔見たいと思って探してたんだ。でも陸上部は意外。たくさん話したいことあったんだから。まだ部活中だろ。私もこの後行くとこあるんだ。慌てなくてもいつでも会えるよ。そうだね。部活頑張れ、なっちゃん。うん、またね。明日ね、ゆきちゃん。ゆきちゃん、転校してきたんだね。幼なじみのなっちゃん、中学で離れ離れになっても文通だけはずっと続けてた。たった一人の大事な親友だ。待ってよ、ゆきちゃん。呼び方やめろ。名前で呼ばれんの好きじゃねえんだ。だって今、うるせえ。あの子はいいんだよ。俺のこと覚えてるよね。さあ、どうだっけな。運命の出会いなんだけどな。商店街で一度会っただけだろ。懐くな。ひどいな、ゆきちゃん。それやめろ。よう、網口、探したぜ。私に付きまとうナンパなボンボンさ。そのくせ桜じゃ万格らしい。げ、尾形年次。なんだ、ガミネの高宮じゃねえか。こんなとこで何やってんだ。殴り込みじゃねえだろうな。転校してきたんだ。中学ん時に腕っぷしで名を上げた野郎だ。この辺りの不良なら誰もが知っている。こうね、制服違うじゃねえか。これはメガネ野郎の手違いで。いや、あんな少女趣味の制服着れるかってんだ。
だけどこんな時期に転校すんのおかしくねえか。人にはそれぞれ事情があるだろ。何か企んでるかもしれねえぜ。因縁つけるのも大概にしろよ。じゃあなんでこの学校に来たんだ。なんでって、そりゃあ連れてきました。行くんだ。待ってたよ。君は外してくれ。彼女と二人で話したい。高宮ゆき、16歳、鈴ヶ峰女子高等学校1年。男子校に乗り込んで不良生徒数十名と乱闘を、12人を病院送り、なかなかの難物だ。にがぐり工業へお礼参りしてるところにマッポが嗅ぎつけてきやがったんだ。絶対チクった奴がいる。留置所からわざわざ引っ張り出してご苦労なこった。煮るなり焼くなり好きなようにしろよ。まあそうやけになるな。完結。君のその腕我々に。はあ？協力ってのはダチを売れってのか。誰がマッポの手先なんかになるかよ。他を当たりな。君の父親、暴力団員を。それが何だよ。刑務所内で刺されたのは彼らのメンツも未遂だが我々ならば安全な刑務所に。それはやり方が汚えな。ヤクザを刺して無所に入ったチンピラさん、そんなやつでも私にとっちゃただ一人の肉。死んだ。にがぐりこまぜ。敷島重工業を知っているかね。ロケットに航空機て手広く作って、その敷島重王国の核。それが私と何の関係があるんだ。調査を続けた結果、兵器の開発に。いずれも高校生。敷島の息のか。子供に核爆弾でも作らせてるってのか。バカバカしい。付き合ってられねえ。敷島、冷蔵庫やテレビの CM のあれかな。あの会社が秘密兵器ね。具体的な仕事の説明をする前に何か質問はあるかね。具体的な何か質問。新学校のやつら死にはしなかったかい。骨折が3人。そりゃ残念だ。ふん。なんだよ、あいつらが仲間に手出ししやがるからけじめつけさせただけだ。あんたら大人には関係ねえ話さ。そこまで分かってるなら敷島に踏み込みゃいいじゃねえか。表沙汰になるこの件に。マッポとは違うならあんたら何者だ。特殊法人の情報特務機構、政府が秘密裏にも。私は兵器作るのに、なんで子供が出てくるんだ。興味を持っ、机の上のし子供たちの目。メガネの話じゃ
情報特務機構とかって政府のスパイ組織で、サツとは違うらしいが、私からすりゃどっちもどっちだ。具体的な手、何かし、1年 B 組冬坂伊織、2年 A 組郷都蓮也、1年如月比べ、1年 C 組南夏の、その子供たちを調査するのが君の仕事。なんでなっちゃんが。幼なじみのなっちゃん、中学で離れ離れ文通でたった人。あ、そいつは紹介しておこう。東雲涼子君だ。彼女も潜入捜査員、君の先輩だな。まずは彼女と桜高校へ移ってもらう。転校の手続き勝手に決めんな。まだやるなんて言ってない。あんたも弱み握られてんのか。この子が例の。そうだ。おい、無視するな。この様子じゃ何も知らないのね。なんだか腹立つ女だな。難しい人ですね。難しい。難しい。むず。やってくれ。私の知ったことか。彼女、協力させるのは無理じゃないですか。そうでもない。彼女は協力するよ。そういう運命だ。今日も学校に来てなかった。どうしたんだろう、なっちゃん。ちょっといいか。
お前確か1年 C 組だろ。そうだけど。幼中学文通だ。用がないならもういい、うん、用がないならもういいかな、うん。同じクラスに南夏野がいるだろ。もう3日休んでるわね。なんか聞いてねえか。先生は体調不良だと言っていたけど。本人から連絡があったのか。さあ、うん、呼び止めてすまなかったな。何か。いや別に。美和ちゃん、伊織ちゃんどうだった。やっぱり学校に連絡ないみたい。夏野ちゃんどこにいるんだろう。あ、どうする。夏野ちゃんの家今日も寄ってみる。でもきっとあの人たちが。おい、ちょっといいか。いや、その今の話って、いや、その今の南夏野のことを話してたんだろ。あなたは高宮だ。それより知っているなら教えてくれ。なんで夏野は休んでるんだ。家に帰ってないみたいなの。昨日なっちゃんの家に行ったけど、インターホン越しにお母さんが謝るだけで。警察の人来てたよね。あの人たち警察かな。いや心配だな。教えてくれてありがとう。うさみちゃん、ごめん待った。ううん、行こう。何をやっているの。何だってんだよ。目立たないようにと忠告されたはずよ。そうだったかな。お父さんの件忘れないで。ああ、それと南夏野の件には首を突っ込まないで。警察のような奴らか。さっき聞いた警察ってのは。特務機構のエージェントよ。南夏野の事件は私が担当の調査に関与してるの。足を引っ張らないで。いいわね。おい待てよ。なっちゃんに何があったんだ。メガネの野郎、締め上げて聞き出してやる。
締め上げてき。困るな。接触を避ける。南夏菜はどうなっている？説明してもらうぞ。思春期によく。警察はそんな理由で学校には病欠。誰もまともに取り合わない。あんたらの指示なんだろ。そうだ。だが君に説明。捜査は進ん。彼女の行方も我々は。誰が一体そんなことを。敷島か。彼らがその事件になるよ。別のせい。東雲が追ってるってやつか。おそらくまだが危険だ。君は東雲くん。高宮くん。君はいいね。ふざけんな。お。さて、どうすっかな。メガネの花、情報特務機構とか、札と、あた、敷島、冷蔵、あの会。探しましたよ。またここにいたんですね。暇でいいな、お前。高宮さんがホームズで、ワトソンは私、相葉エリカ。エリカと呼んでください。今日も事件解決に向けて頑張りますよ。どういう風に捜査を始めます？幼なじ、中学分だった。リンゴジュースだ。ガキの頃、よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。幼な、中学分だった。なっちゃんの聞き込み中に知り合った女だ。気に入られちまったのか、よく私に絡んでくる。ガンつけてもビビりやしねえ。おかしなやつだ。もしかして怒ってます？禁煙中で落ち着かねえんだよ。どうします？聞き込みですか？なんて私、推理小説大好きで、探偵なんて憧れてたんです。こっちは遊びじゃねえぞ。まあそう言わず、私は有能な助手んになれるよ。頑張ります。そう、何から調べましょうか。そう、南さんが失踪して何日も経ちますものね。先生が言うような病気でも、噂にあるような家出でもない。きっと何か事件に巻き込まれたんですよ。そう、風が気持ちいいな。こんな場所を独り占めしてたんですね。そう、散らかってるな。
馴染み中学文通でだった。メガネの話じゃ上さあ確かなんていい響き聞き込み、なんていい響き。屋上の金網に可愛いハンカチが結んであったの。気になる。恋人へのサインだったりして、いやなっちゃんがいたりはしないか。ちょっと聞きたいんだが、いいかな。何南夏の来てないよな。そうね。休む前あいつに何か変わった様子とかなかった？急に言われても。そういえば休憩時間は部室に飛んで行ってたな。授業中もなんだか落ち着かない感じだったし。陸上部の部室。南夏乃につ他に気づいたことはないか？そうだな、ずいぶん熱心にノート書いてたけど、授業のノートとは違うみたいだったな。こいつファイルで見た監視対象だ。確か薬師寺。全然普通だな。メガネの発情殺あた。休み時間にまで部室に行っていたって。なっちゃんは何をしに行ってたんだ？なっちゃんが授業に関係なく熱心に何か書いていた、失踪に関係があるんだろうか。まだ何か、まだ聞き込み、なんてい。ちょっと聞きたいんだが、いいかな。あのさ、何ですか？もしかしてその格好あれだ、スケバンでしょ？襟のとこにカミソリ隠すやつ。隠すか。生で見た、すごいな。スケバンでしょ？お前の友達大丈夫か？あのさ、何ですか？あのさ、何ですか？あんた、南夏乃の家に行ってんだろ？あれから何か進展あったか？そうか。何か。いや、こいつもファイルで見た監視対象だ。冬坂伊織、隣にいる赤眼鏡、こいつもそうだ。如月富だっけ？あのさ、何ですか？
ここにいろ。幼なじみ、中学文通だった。今回の事件の犯人、人物像が見えてきました。きっと悪いやつです。今回の人物悪陸上部の子だな。これでも2年生でキャプテンだ。何か用か？何か用？部員の南夏乃について聞きたい。部活休みがちだったけど病気なんだって？そんな感じに見えてたかい？元気だったけどね。ねえマネージャー。そうですね。何か用か？何か用か？幼なじ中文通だった。どうも。どうも。南さんが部活抜け出したり休んだりし始めたのってあの後くらいじゃなかったですか？何の話だ？北校舎のぼや騒ぎ。そういえばあったな。関係ないかもしれないけど、ぼやがあった頃からなっちゃんは部活を休むようになった。何か関係があるかもしれないな。北校舎でぼや？爆発があって燃えたとか。そうだっけ？放火だって聞いたよ。今回の人物きっと悪い。北校舎のボヤのことなんか知ってるか？すいません、私全然知らなくて。ボヤがな、なに？おさん、中学文通だ。陸上部の子だよね？そうですが、なんでしょう。南夏乃、同じ部員だろ。学校休む前に何か変わったことはなかったかな？何かって言われても、夏の部活休んでたけど部室には来てたのよね。何しに？何か取りに来てたみたいだけど。何かって？ UFO グッズかな、わからない。箱みたいなものをカバンに入れてた。部室で箱？そうよ。
部員が言うには、なっちゃんが UFO グッズの箱を取りに来ていたそうだが。北校舎でボヤがあったの知ってる？いえ。何でしょう？関係者以外立ち入り禁止です。ああだろうな。あの関係者以外ああ、あの子がいると部室に入れないな。あいつに頼むしかないか。休み時間にまで部室。なっちゃんは何をしに。今回の人物き悪い。おい相葉、陸上部の部室を調べたいが女子部員に止められちまう。ああ私におとりになれと。ダメか。とんでもない。私と高宮さんはパートナー。必ずや期待に応えてみせますわ。すまねえな。私が部室に入るまででいい。終わったら待っていてくれ。今回の人物き悪い。お尋ねします。何でしょう。南さんのことで。あなたもですか。あら私以外にも。あええまあ。夏野の何が聞きたいんですか。あれ？陸上部の子はどうしたんだ？あの子なら先輩に呼ばれてそちらへ行きましたよ。待ってろって言ったろ。そうはいきませんよ。運動部の部室。ここで部員たちの熱い団結のドラマが。待ってろ。そう。小さく名札がかかってる。なっちゃんのロッカーだ。このノート、さっきクラスのやつから聞いた。熱心に書き込んでたってノートだな。小さくなふなっちゃんの。特にこれといったものはないな。これは宇宙史に残る重要な調査記録である。ついに私は運命と出会った。彼は宇宙から来た地球外生命体。宇宙人は実在したのだ。地球外生命体。これはなっちゃんの創作の物語だろうか。まさか本当に宇宙人に連れ去られたなんてことは。これは遥かに進化した彼らは
時空すら超越していた。彼らの技術で作られたタイムトラベルの入り口が時坂神社にあるなんて。これは彼はロボットを探している。17番騎兵と呼ばれる彼らの乗り物で、悪い宇宙人と戦うためのロボットだ。これは遥かにし時坂神社。なっちゃんはこの神社に行ったのかも。ともかく手がかりだ。時坂神社ってのはどこだ？この近くの神社ですね。行ってみるか。案内してくれ。カバン取ってくる。正門で待ち合わせだ。部員が言うに、な、取りに。東雲。おい。高宮ゆき。接触は避けるよう言われてるでしょ。うん。隠せと言ったんだ。やっぱり覚えてないんだな。旧校舎の渡り廊下でのこと。旧校舎、何があったの？あんたがあそこで映写機で映したのを見て泣き出した。映写機？メガネがどうのと話してたが。伊田先生、急に薬。あー、東雲。しまって、さあ行きましょう。すまん、ちょっと待ってくれ。東雲は忘れちまってるが、旧校舎の渡り廊下、私ははっきり覚えてる。あれは確か転校してそれほど経ってない頃、旧校舎近くであいつを見かけたんだ。あれ、人気がないと思ったらこっちは旧校舎だな。もうすぐ取り壊しだっけ。この建物が建ったのは
戦時中だって言ってたな。惜しいね。こんだけ静かならたまり場にもってこいなのによ。私も真面目にやってりゃ普通に桜へ通えてたのかな。そりゃねえか。おや、私の ID を登録した。 AI 機能の停止。メモリに隠されてる情報を検出して、私と伊田先生の情報を。全部嘘だった。未来の私。愛は口だけ。伊田さんは最初から私を利用する気だったの。私がバカだった。もうここにしか人類は残っていないのに。人間は未だ騙し合い、憎しみで満ちてる。もうたくさん。こんなの。人間は滅びる運命だったのよ。箱舟計画なんて実行すべきじゃなかった。僕はすでに第二段階。ここからではもう止められない。だから狂わせる。開拓プログラムを流用してリンクさせた。全セクターを銃器に制圧させる。うまくいけば最終工程が途中でリセットされ無限ループに陥るはず。人間のいない平穏な世界だけが残ればいい。嘘よ。ここも間もなく爆破される。これが人類の最後。私たちに未来など必要ない。なんだ今の。そんな。おい。お前メガネといた東雲だっけ。こんなのって大丈夫か。私なの。私が世界を滅ぼした。ありえない。先生は騙したりしない。何の話だ。だから未来にあんなこと起こるはずがない。まずは落ち着けな。ほら立って。先生って誰のことだ。メガネのことか。あんな未来ならこんなもの飲んだって。おい、大事なもんじゃねえのか。
私に構うの？まあ一応特期の先輩だし。そういやあれすごいな。新型の映写機か。どうなってんだこれ。さっきのどうやって見るんだ。あ、おい大丈夫か。それを隠してお願い。先生にも誰にも言わないで。急に倒れやがって。あ、おい起きて大丈夫なのか。どうした。どうした。ほらよ、お前の薬だ。ここに担ぎ込んだ時にも森村が飲ませてたけど、その薬そんなに飲んでいいものなのか。あなたなんで薬を持ってるの。お前が捨てたのを拾ってやったんだ。捨てた。それよりさっきの本当にいいんだな。何の話。
お前が隠せって言ったあれだよ。そんなこと言ってない。からかってんのか？メガネがどうとかわめいて泣いてたろ。私が？嘘つかないで。どうなってんだ。私が？嘘つかないで。どうなってんだ。さっきの話だぞ。おい、それ何の薬だよ。これがないと何も考えられないの。なんか危ねえもんに見えるぜ。あら、調子はどう？問題ないわ。高宮さん、私の邪魔はしないで。何かあったの？いや、なんていうか顔色が悪いわね。お薬出しましょうか？いらねえ。東雲のことも気になるが、なっちゃんの捜索が優先だ。聞き込みで足取りをつかもう。部員がいな、取りに来親なっちゃ何
探しました。またここにいたんですね。暇でいいな。高宮さんが、ワトソンは私、エリカと呼んで、今日も事件、どういう風に捜査。もしかして禁煙中で。散らかってるな。風が気持ちいいな。こんな場所を独り占めしてたんですね。あら、いただけるんですか。やんねえよ。南さんが失踪、先生が言うよう噂にある。きっと北校舎のボヤのことなんか知ってるか。すいません、私全然知らなくて。なっちゃんの金ガンツ、おかしない。アミングチの答案だ。92点。意外にも頭いいなあいつ。いや、これを丸めて捨てるやつだぞ。嫌味な野郎だ。私に付きまとう、そのく。北校舎の私、屋上の金網に可愛いハンカチが結んであったの。気になる。恋人へのサインだったりして。ちょっといいかな。北校舎でボヤがあったんだってな。らしいですね。それ私も聞いた。こっち側じゃなくてよかったよね。詳しいこと知ってる。私も。そうか。あんた、南夏野のあれから。そうか。ちょっと聞き、いいかな。北校舎でボヤがあっただろ。何か知ってるか。先生が言うには、不良のタバコが原因なんでしょ。まさかあなたじゃないわよね。私は転校してからずっと禁煙中だ。ニコチン切れてんだ。イライラさせんな。不良のタバコね。この学校の不良といや、あいつだ。尾形念次。中学ん時に腕っこな。
ここにいろ。いえ、小さくなっちゃん、特にこれと。北高すいま、私ま、そう、何か用か。おい、話しかけるな。おい、話しかけるな。特技な高宮だ、聞いてるだろう。学生の潜入要員というのはお前か。私の監視じゃなさそうだな。何があった？ここに敷島の機密で持ち込まれた例の兵器の。し、こっちはいい。自分の任務を遂行しろ。おい、話しかける。メガネのジョ札と私からすり。これはうち。彼はロボ17番騎兵、悪いうち。ロボット、もしかしてこれメガネが言ってた敷島の兵器と関係があるのでは。南部下病気なん、そんなか元気ね。そうで、敷島冷蔵あのか幼中分つた安なぼやな何死の映写機を隠せと言ったの。東雲涼子は映写機を隠せと言ったのをすっかり忘れてしまっている。これはうち。北校舎すいま、私
尾形、なんでこんなとこに。いちゃ悪いのかよ。何してんだ。ハンカチ乾いたか見に来ただけだ。それお前のハンカチか。なんだよ。女子のだと思ったぜ。喧嘩売ってんのか。そんなんじゃねえよ。喧嘩売そんなんじゃ。北校舎でボヤ騒ぎがあったそうだな。その原因ってのが不良のタバコだそうじゃないか。なんだ、俺を疑ってんのか。俺はタバコをやんねえし、燃えたのは女子トイレだ。もっとも火事なんかじゃねえって噂だがな。北校舎の女子トイレで何かがあった。喧嘩売ってんのか。そんなんじゃね。なっちゃん、南のことなんだが。今さら恥ずかしがんだよ。ガキの頃から呼んでたろ。ああ、なっちゃんが行方不明になってるの知ってるか。ああ知ってる。俺は黒服の奴らが怪しいと踏んでる。それで一度廊下で南が追われてんのを見た。なんだって。話が違うぞ。メガネ野郎はそんなこと一言も。だが他にも南を探してる怪しい厨房の噂も聞いた。どうにも気なくせえ。いろいろありすぎて俺も正直参ってんだ。なっちゃん失踪事件の調査担当、東雲か。やはりあいつから話を聞くしかないか。しかしあいつも大丈夫なのか。話は済んだろ。あっち行ってろ。話あっち行って。私良くないと思います。私不良に関わるのは良くないと思います。行ってみるか。北校舎の女子トイレだ。はい。ひでえなこりゃ。見ろよこれ。どう見たって火事じゃねえ。立ち入り禁止なのに勝手に入っちゃって、見つかったらきっと怒られますね。異様に嬉しそうだな。すごく探偵っぽいです。この犯人はきっと女子トイレに相当恨みを持つ人物です。この破壊状況から推理すると、犯人は女子トイレ。これはうち燃えた跡なんてどこにもない。クマでも暴れたみたいだ。力任せに引っ掛けて
削り取られたような傷だ。このあちこち壊しまくった感じ、一人で暴れたんじゃなさそうだな。メガネのフレームだ。赤い色のメガネか。女物だな。このメガネの持ち主に誰か心当たりはないか？メガネ割れちゃってますね。そんなのかけてる子いたかな？うん。いや、いた。思い出したぞ。なっちゃんの知り合いで B 組の。監視対象リストにも名前のあった。キサラギトミだ。キサラギトミ、確かさっき一年の廊下で見たな。よし、行くか。何かを知ってるかも。待ってくださいよ。この辺りにいたんだけどな。あいついないな。どうした？私忘れ物したみたいで取りに行ってきます。よう。何？何？これお前のメガネだろ。やぶから棒に何よ。よく見ろ。私のメガネと同じみたいね。でも私自分のをかけてるんですけど。私のじゃないと思わない？北校舎のトイレに行ったろ。あそこで何が起こった？突然何なの？言ったはずだ。北校舎のボヤの話？わざわざ遠くのお手洗いに行くわけないでしょ。いいか、このメガネは現場にあった。こんな特徴的なメガネかけてるの、この学校じゃお前だけだ。私がボヤの犯人だって言いたいの？トイレに火をつけて何の得があるのよ。火？ごまかしてるわけじゃないのか。なんだ？実は私あの日見たんです。北校舎でうさみちゃん。美和子まで何なのよ。だって見たんだもん。夏野ちゃんも見たし。なんだって？
たせちゃって悪かったな。早く美術室に持って行っちゃおう。あれ、夏乃ちゃん。美和子、部活じゃないの？どこへ行くの？どこというか、あ、ごめん美和子。なんだろう。ん？あ、うさみちゃん、足の包帯どうしたの？怪我？無視するなんて、うさみちゃん変なの。私そんなとこ行ってないって。美和子だって。どうしたの？いおりちゃん、あのね。でもそれおかしいよ。本当に見たの？美和ちゃん待ってたあの日、私とうさみちゃん正門の前にずっといたよ。あ、そういえば、なっちゃんの南夏乃の様子はどうだった？慌てててカバン持ってて。あ、そうだ、コピー持って行った帰りに別の女の子を見たんだけど、ほこりまみれで変だったの覚えてる。そういえばあのお手洗いの方から来てたかな。どんなやつだ？おしとやかそうで、学校で見た子なんだけど、何年の誰かまでは。如月富美が二人。それに埃まみれの女か。女子トイレで一体何があったんだ。やれやれ。
まるで洗濯機の中。やっぱり点検用ハッチは乗るとこじゃないよ。お尻しっこたま打ったわ。え？これどうやって降りるの？落ちると思ったら手にすごい汗かいちゃった。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。BJ ユキちゃんに17トライ BJ。BJ 私たち戻ってこれたんだよね。1989。このロボットタイムトラベルもできちゃうなんて、さすが宇宙人のテクノロジー。あれ、三浦くん出てきてないの？前より前に外に。まずいんじゃない？MIB に捕まってエリア51に送られるよ。パトカーとか集まってきてる。ビルとか壊しちゃってるし、警察に捕まるよね。急いで逃げよう。そうね。でもこれどうしよう。隠すよ。ともかく BJ を隠さないと。また出てきてる。閉じ込めてごめんね BJ。 でもまだ MIB がうろついてるの。ゲート S。 うん、誰か来る前に行かないと。ゲート S。 うん、誰か来る前に行かない。あれ、研究ノートがない。宇宙人の研究ノートどこにあったっけ。今日の授業中書いてて、そうだ、視聴覚室に持ってった。大変、置き忘れてる。研究の誰かに見られたら大変だわ。研究ノートは宇宙人 BJ の記録よ。もしもビッツ、
MIB だ。あの記録を誰かに見られたら大変だ。何はともあれノートの回収よ。見つかってよかった。ミノミ隊員、これからは最高機密が漏れないよう厳重に保管し管理を怠るな。はっ、気をつけるであります。約束する。分かってる、ゲートでしょ。違う、出撃敵対侵攻がどちらに近づいている。何それ。不明、予測危険率は高い。ここから早く離れろ。あれ？ウサミ？違う。ちょっと何すんの？当たったら危ないでしょ。なんでウサミが。偽物なの？そうか、 BJ を捕まえるため悪い宇宙人が作ったロボットね。ここそこ、お手洗いに逃げ込んだんだけど、袋小路が逃げた。そんなこと言われても。仕方やったい。もうそこまで来てる。どうしよう。ともかく隠れよう。やれやれ、あまり乱暴はしたくない。おとなしく出てこい。なぜここが？消えたはずの17番の信号でここに呼ばれたの。426を見つけたからには見過ごしておけないわ。何か企んでるのでしょうが、これ以上好きにはさせない。君は俺を目の敵にしているが、あれはイダの妄言だと理解した上でか。あなたが多くの犠牲をもたらしたのは事実だわ。ここで破壊する。機械のくせに感情的じゃないか。パワーはこちらが上。なるほど、確かにこっちはガタが来てる。銃もまっすぐ撃てない状態だ。君がここをね。
からは想像できないよ。玉尾さんが？それにこれ、あなたが。出てきちゃダメじゃない。タロロボドロイドッタセラフェ様を見せて作らせた。こっちもロボット。タロロボ、私が4さ、しかし、数十秒前から死に別不動だ。うわぁ、本当にロボット、ウサミそっくりだ。君が一緒だったとはな、三浦君。貴様は、そうか。ロビーを入れ替えたら、バスのビデル。ビデル！ではいない。 BJ は私が守ってみせる。何か勘違いしているな。目的は君だよ、南夏乃。え？君は町を壊す怪物どもの新たな命令者だ。そして今から君の命令は俺だけのものになる。ラケット。あ。何これ？なんでこんなとこにいるの？もうこれ、何があったのよ。わからない。確か私、これ取りに戻って、それから、ウサミを見たような、こんな状況覚えがない。BJ 見つかっちゃう。BJ 見つかっ。あれから結構探し回ったけど、三浦君はどこにもいない。きっと私のせいで。
た。ほっぺになんか刺さってる。よし。に針でも刺さったような小さなポッチ、あのトイレでついた傷なんだろうけど記憶がない。まさか宇宙人に捕まって記憶を消された、何かインプラントされてたり。インプラントは考えすぎか。彼の悪い文明、ここでは心もとないな。そのうち見つかる。え、もしかして玉尾さん UFO で何かされたのでは。あ、誰？入部希望者？いえ、その、ああ、そうか、その子入部届出してずっと来てない。相葉さんでしょ？相葉エリカさん。相葉さん確か D 組だよね。南さん C 組で隣のクラスだ。え、そうです。病気治ったの？いや、この子は治ってないのでまだ来れない。え？そう、残念だけど無理しないで。玉尾さんに似てるだけ。隣のクラスにこんな子いたっけ？相葉エリカ D 組隣のクラス。ん？ずいぶん変わった子だね。ですよね。そうだ、先生に報告しとこう。BJ、 あの子に正体バレちゃったの？あの子今いたじゃない、相葉さん。ここには誰もいない。行こう。部活もうすぐ終わるからね。夏のなら黒服いなかったし、抜け出せば見つからないかも。脱ぐ。
メよ、顔を出しちゃ。内緒でこの星の危機なの。一刻の猶予もなくて。はいはい。17番トライ BJ がのなん。なかったっけ？あのさ、いいから早く行きなよ。大事な用事なんでしょ？ありがとう。地球の未来は私に任せて。はいはい。責任重大だわ。仲良しの MBJ ユキ。着いたよ。今度はどこを探すの？1945年。見つけたのは別の騎兵だった。移動できるザ・セクトロタイプ2-0-1反応なし。怪しいよ。セクター2最初の場所だ。逃げ出して何も探せなかったもんね。もう一度ちゃんと探してみよう。アクセスコード承認。セクター指定。みたいね。でも油断は禁物よ。さあどうやって探そう。ここで。え？ BJ だけで探すの？火災が続いている以上は所要時間に。そんな、ここまで来て置いてけぼり。
とりあえず十郎くんの家彼を巻き込む責任を、あ、いや変な意味じゃなくて、とりあえず三浦くんは十郎くんの家彼を巻き込む責任は取らないと、あ、いや変な意味じゃなくて、 UFO が活動、それがせっかくのタイムトラベル待つだけなんて、すぐ戻ればいいよね。ちょっとだけ探索しよう。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。もしもビーツばいきっと、あ、これって騎兵なんじゃない？私が先に見つけてやった。置いてったりするからよ。無事ならきっとまだ助かるはず。どこ？これかな？この電球みたいなのがそれっぽいと思うんだけど、部品の上に文字がある。四季島、四季島ロボテクス。しまって、日本の会社の、バカね私。 BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。 BJ は宇宙人なんか、日本製の、ロボテクス製、日本製のロボットなんでしょ？宇宙人なんかじゃない、そうなんでしょ？Yeah.
勇気。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの。地球から襲ってない。どこから地球ではない。地球じゃない。推測だ。確証はなく今。バカにしないで。推測と根拠。それで計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。お前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか。随分小型だ。宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから。箱舟に乗るのは DNA 情報だけです。計画の最終段階で人間を再生します。宇宙人のでどれぐらい。600万人を計画しています。計画の人。母の説明を聞いていただければ。話になら自己満足だけ。親父が死ん、この研究は整理する。そんな、待ってください。尾形さん。宮城達郎の ID で2188.2。宮城達郎と色紙尾形天治の会話記録だ。尾形くん、この後計画は実行。2188年って未来じゃない。記憶より我々が未来だ。達郎は君が作られた宇宙人だとしたら。え？あんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど、ねえ聞いてる？何が起こったんだ？俺今乗ってた電車が脱線して。立ったまま寝られるのか。ここはさっきのホームだ。どういうこった？俺たちが乗った車両が突然ぶっ飛んで、あの状態でとても無事とは思えねえ。如月、お前もあの電車に乗ってただろ。あれから戻ってきたのか。今から乗るのよ。知らなかった？今から？いつにも増しておかしいけど大丈夫？いつにも大丈夫？落ち着いて聞いてくれ。何よ改まって。俺このホーム2回目なんだ。あんた通学で毎日通ってるよね。ついさっきもここにいたんだ。
どういう冗談？確か俺はいつもの電車じゃなくて如月追っかけて区間快速に。俺お前と別れずにいたよな。いつあんたと付き合ったのよ。そういう話じゃねえ。いつにも増してお大丈夫？同じ駅だよな。いつにも増し大丈夫。同じ。やっぱりおめえらもいるのか。てめえ大型、こんなところで奇遇だな。そのセリフさっきも聞いたぜ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ここで決着つけるぞ、こら。さっきあれだけぶん殴ってやったろ。あれもなかったってことになってんのか。なんでそんなに突っかかってくんだ。二学校は数だけのチンピラだとか、ほざいたそうじゃねえか。そんなの知らねえよ。けじめをつけにゃならんのよ。ちょっと何やってんの、やめなさいよ。同じ喧嘩2回もしてられっか。それに今はそれどころじゃねえ。なんだこいつは。まさかこのチビおめえのスケか。小学生かと思ったぜ。趣味の悪いやつだ。なんだとこら。もっぺん言ってみろよ。あ？やめなさい。来たし、バイバイ。おい待てよ、乗るんじゃねえ。やべえんだって。さっきからほんと変。乗るなっつってんだ。黙って聞け。あっそう、随分じゃない。私別にあんたのもんじゃないんだけど。付き合ってらんない。たくこれじゃさっきと同じじゃねえか。あんたの電車これじゃないでしょ。如月が乗る電車は必ず事故って助からない。どうすれば分かってもらえるんだ。言うこと聞かねえからだろ。わけわかんないよ。喧嘩しに追っかけてきたの？それだ。さっきも同じだった。呆れていったお前を追いかけて。そんなことあったっけ。乗っちまったもんはしょうがねえ。めちゃくちゃね、あんたは。突っ張りだか知らないけど、
野蛮なやつは嫌いよ。そうかよ、嫌いかよ。だけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど、ねえ聞いてる？また戻っちまった。あんたの言う通りのよくいいんだろう。ねえ聞いてる？また戻っちまった。あの声だけの野郎は何者だ？なんで俺をこんな目に。それに捕まっていたあの場所、あれだ、 UFO 番組で見た宇宙人の実験室、あれにそっくりだ。俺真っ裸だったしな。あいつが言ってやがったな、鍵を探せとか。何のことだか俺にはさっぱりだ。
だけど、このわけわかんねえ状況から抜け出すには今は鍵を探すぐらいしか手がかりがねえ。鍵なんて言われたってどう探しゃいいんだ。ここにいる奴らのポケットはされってのか。わけがわからねえ。鍵なんてどう、ここにいるやわけが、貴様ら必ず事故どうすればわ、貴様かな、となんか様子が変。ああ、ほんと参っちまうぜ。あんなのはもうこりごりだ。だがどうすりゃいい。なんか、ああ、だが大変なんだ、怪獣が来やがった。え、本当？どこに？いや、まだ来てねえ。この後電車に乗ったら来んだよ。なんでわかるの？見てきたんだ。ああ。なんて説明すりゃいいんだ。キサラギ、鍵持ってないか？鍵って何の鍵よ？家の鍵なら持ってるけど。これなのか？いや、なんか違うな。家の鍵は俺も持ってるし。なんか、ああんだが、ちょっとどこへ行くのよ。なんだか顔、やっぱりなんだか顔色悪くない？やっぱりなんか変だよ。やっぱりなんか、あれは、一緒にいるやつはどこかで見たな。誰だ？何コソコソしてんの？な、なんでもねえよ。あれ、イオリがいる。あ、イオリから隠れてたの？いや、別に。何よ、あんたもしかしてイオリのこと？違うって。あいつはクラベか？おい、こら、話終わってないんだけど。はあ、はぐらかさないで、はっきり答えろ。違うって。どうなの？俺の彼女じゃあるまいし、なんでそんなの気にすんだよ。ちょっと気になっただけよ。まったく珍しいね、イオリ。ウサミちゃん、イオリの家こっちじゃないよね。アキノ君とどこ行くの？ツツジまでちょっとね。電車来た、行こ。アキノ君、やっぱりなんか変だよ。キサラギがいると冬坂に話しかけにくいな。乗っちまった。どうする、後を追うか。やっぱりなんか変。
か。ここで確かにクラベを見たが、どっか行っちまった。なんかちょっと電車違うよ。そうだ、俺が乗るのはこの電車じゃねえ。やっぱりなんか変だよ。てめえ大型、こんなところでいるよな。すかしてんじゃねえぞ。いるよな、そりゃ。すかしてんじゃねえぞ。お前ら鍵を持ってないか。鍵？なんじゃそら。ともかく何かの鍵だ。バイクの鍵なら先行に取られちまった。ああそうかよ。電車来たし、もう行くから。おい待て。いやその、待ってくれ。この電車に乗らないでほしい。どうしたのさっきから。なんつったらいいか、マジでやべえんだ。逃げんのかこら。そいつは誰に言ってんだ。ああ逃げんのかこら。そいつは誰に。ああ、もういいよ。貴様必ず通す。クソ、やっぱほっとけねえ。畜生、結局同じだ。電車が脱線して、キサラギも。鍵はあったか。尾形二次、答えろ。知らねえよ。お前は誰なんだ。何がどうなってるかまず説明しろ。見つけたら教えてやる。助かりたければ鍵を探せ。やり直しだ。戻れ。あんた、もういよくいいんだ。もうねえ、き、また戻っちまった。なんか、あんなのはだが、どうすりゃいい。大変な。え、ほん、はど、いや、この後で、なん、見てき、なん、鍵、家のか、こ、家の鍵、ちょっと、あれ、ちょっと、どこへ行くのよ。わ、一緒にいるやつ誰だ。何コソコソしてんの。な、お、いおりか。よ、なん、あんた、ち、ち、あいつ、おい、こ、話す、はあ、はっきり答え、ち、ど、俺のかん、なんでそ、ちょっと、まったく、珍しい、いおりの、おきのく、つつじ、電車き、行こ。乗っちまった。どうする？後を追うか。ちょっと。
と電車違うよ。ちびっ子、二人連れの学生見なかったか？うわ、二人連れ？どうなってんだ、はあ、手品？いや、そんなバカな。尾形くん、何か用？わざわざ電車まで追っかけて、おかしなやつと思うかもしれねえが、ともかく一つだけ教えてほしいんだ。鍵を持ってねえか？いや、家の鍵とかじゃなくて、なんか特別なもんなんだが、やっぱおかしいよな。おい、待てよ。どうしてそんなもの探してるの？どうしてって、なんて説明すりゃいいか。もともと鍵は君が持っていたのよ。僕、保険の先行？今俺は冬坂に、いや、まさか冬坂か。おめえ見覚えがあるぞ。悪党団、思い出した。おめえは悪党団の。痛いのは一瞬よ。こんな遅くまで僕一人で遊んでるの？遊んでるんじゃない、特訓だぞ。君は尾形念次君でしょ？お姉さんが家まで送ってあげるわ。怪しいぞ。お姉さんが家まで送ってあげるわ。悪党団がそうやって子供を連れていくんだ。悪党団？仮面ヒーローの悪い奴らだ。テレビ番組か。でもどちらかといえば悪者は君よ。8年後に君は怪獣を呼び出して世界を滅ぼす。俺がそんな悪いことするもんか！君の意志とは関係なく、そう定められているの。騙されるもんか。俺は捕まらないぞ。待って、この外したか。あっぶねえ。ぐるっと回って戻ってきたけど、どうし
しよう。鉄砲撃ってきたし、あいつやっぱり悪党団の一味だ。おまわりさんに教えないと。動かないで。あ、悪い子ね。俺死ぬの？痛いのは一瞬だけ。ナノマシンを打ち込んだわ。君の中のプログラムを少し書き足したの。私たちが戦うために必要なことよ。これで武器を用意できる。騎兵をね。あいつに撃たれた。撃たれた？どういう状況だ？説明しろ。保険の先行に電車の中で撃たれた。他の客もいるってのによ。いや違う、あれは冬坂だ。大人っぽかったがあいつに間違いない。ちょっと待て、電車というのはいつの話をしている？お前が戻してる場所だよ。駅のホームだ。冬坂を追いかけて電車に乗ったら。駅のホームで鍵を探しているのか？そうだよ。まさか知らないであそこへ戻してるのか？なるほどな。そこに鍵を持つことがいるわけだ。探してこい。俺にも説明しろ。言うとよく考えいいんだねえ。きっ、ま、た戻っちまった。冬坂がなんで悪党団のあの女に見えたんだ。幻覚でも見ていたのか。キサラギ、鍵、家の家の大変。え、ほんはど、いや、この後でなん見てきたな。ちょっと、尾形くん、何やってんのよ。ウサミちゃん、イオリに因縁つけてるの？頼む、キサラギ、少しの間黙っててくれ。なんでって？頼む。冬坂、あれは手品じゃねえよな。ん？何のこと？あんなの普通じゃねえんだ。何かあるだろう。ん？俺を試してるのか？試すって何を言っているの？分かるように説明しなよ。俺を試す。わかるよ。悪党団のあの姿は、いや、
黒つなぎのあいつとおめえはどうなってんだ。悪党団？何の話をしてるの？クソ、これじゃ俺が変人だ。電車出ちゃうよ。行こ。なんだ顔色、やっぱりなんか変。てめえこんなところで。誰に？あ？あの声だけの野郎は何者？なんで俺を？それにつ、UFO ば、あれに、俺。あ、俺に銃を向けて言ってたな。もともと鍵は俺が持っ、なんか、わかん。キサラギが乗る電車は、必ずじ、どうす？そいつ誰に？ああ、逃げんのか。そい誰に？ああここで決着。そう生きがるな。なめられたままじゃ済まされねえ。そう生きがるなって。ここで決着つけるぞこら。なめられたままじゃ済まされねえ。相手してる暇はねえんだ。平和的に行こうぜ。ふざけるな。ちょっとまた喧嘩？やめなさいよ。バカ、あっち行ってろ。なんだこいつは。まさかこの地趣味の。何度聞いても我慢ならねえ。やめなさい。またやっちまった。電車来たし、もう行くから。おい待て。いやその待って、この電車に乗らないでほしい。どうしたのさっきから。なんつったらいいか、マジでやべえんだ。あいつらが来るんだ。電車は脱線して大事故になる。もういいよ、電車が出ちゃう。ふざけてんじゃねえんだ。今だけでも信じてくれ、これだけは。乗らないでくれ。それでどうしたいの？駅から出よう。できるだけここから離れるんだ。こんな馬鹿げたこともきっと外へ出れば。
どうにもできねえ。逃げられねえ。鍵はあったか。鍵なんか知るか。何なんだよおめえは。こんなことができるなら如月を助けろ。如月富、彼女を救いたいなら協力するんだ。鍵がどこにあるか、それが分かれば助けてやる。本当だな。ああ、約束するよ。でももしこれが嘘だとしても、君を信じるほかない。君にできるのは鍵を探すことだけだ。分かったよ。